手前が、洋上支援船、トイサパーセウス、奥が、第5世代深海掘削船、ディスカバラーエンタープライズ掘削船あるいは、ドリルシップは、掘削設備を備えた船である。主に深海において、新しい油性の探査屈作を行ったり、化学探査を行ったりするために用いられる。また油性に管を通したり、バルブを取り付けたりといった、補修。 仕上げ作業の石油プラットフォームとして用いられることもある。海上油田の業者や出資者の設計と仕様に基づいて建造されるが、タンカーの船体を改造して、油性上に位置を保つための自動船保持装置を搭載して作られることもある。現代の掘削船が持つ最大の利点は、2500メートル以上の深海で掘削する能力があり、 高速で移動できるので世界中の油田の間を移動するための時間を節約でき、反潜水式掘削装置やジャッキーアップリグなどと比べて完全に自立していることである。掘削するために掘削船からライザーと呼ばれるパイプが海底へ下ろされ、その最下部に油性と接続する棒を噴装置が取り付けられている。掘削船は探索施策を行う手段のうちの一つであり、他に 反戦水式屈作装置やジャッキアップリグなどで行うことができる。世界最初の屈作船はモホール計画で使用されたカス一である。米国の深海屈作計画に従事したグローマーチャレンジャーとその後継プロジェクトである国際深海屈作計画に従事したジョイズ・リゾリューションに続き日本が建造した独立行政法人海洋研究開発機構の地球は 現在屈作戦として世界最高性能を誇る。ありがとうございます。